朝活中に何をやっているかというとですね、これまあメルマガで書いたんですけど、いわゆる第二領域というやつですよね。重要性は高い、その重要性の高い低い、緊急性の高い低いってやったときに、重要性が高いんだけれども、緊急性は低いですっていう、ね、そういうものですよね。そういうので、ついついね、どうしても日常の仕事って、緊急性に追いまくられてしまうっていうのかな、もう多いので、後回しになってしまいがちですよね。緊急性の高い仕事、緊急性の低い仕事、重要なんだけど緊急性の低い仕事というのはついつい後回しにされてしまうんですけど、緊急性って要するに、その、なんていうのかな、締め切りと今とのこの間の時間のことなので、要するに、ほっとくとどん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 迫ってきちゃうんですよね、実はね。緊急性ってどんどんほっとくとどん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 上がっていくんですよ。重要性って基本ほっといても、変わんないっていうのかな、なんですけど、緊急性って変わってっちゃうので、要は、重要で、かつ緊急であるって、いわゆる第一領域っていうものになる前に、第二領域がね、重要かつ緊急であるっていう第一領域になってしまう前に、緊急性がまだ低いっていう段階できちんと処理しておきましょうっていうことですよね。だこの第二領域っていうのを、やる時間っていうのを意識的に取る、意図的に取るっていうのが、なんかすごく大切で。だというふうに言われてますよね。これ7つの習慣だっけ？確かね、第二領域っていう言葉が出てくるのは。で、そんなことに、なんか朝活はすごく最適かな、なんていうふうに思ってます。